ジョン・ジョーダン・クリッテンレンは、アメリカ合衆国の政治家。合衆国上下両院の議員を務め、第15代及び第22代アメリカ合衆国司法長官を務めた。彼は、また第17代ケンタッキー州知事であり、衆議会議員も務めた。大統領の潜在的候補として、頻繁に言及されたが、彼は、大統領選への出馬に決して同意しなかった。 その政治経歴は、ケンタッキー州会議員,議員として始められ、彼はしばしば会議長職も務めた。第二党システムの到来で、彼は国民共和党と同盟して、ヘンリー・クレイを支持し、民主党のアンドリュー・ジャクソン、マーティン・バン・ビューレンと退治した。上院のジャクソン支持者は、1828年のジョン・クインシー・アダムズによるクリッテン連の連邦最高裁。 売席判事指名承認を拒否したが、彼は短期間ケンタッキー州、務トム長官を務め、その後ケンタッキー州会は彼を上院議員に選出した。ウィリアム・ハリソン大統領は、クリッテンデンを司法長官に任命したが、ハリソンの死後に就任したジョン・タイラーは、政治上の立場が異なり、クリッテンデンは司法長官を辞職せざるを得なかった。その後年に、 再び上院議員に選任され、1848年に州知事選に立候補するまで同職を務めた。クリッテンデンが知事選に出馬したのは1848年の大統領選でザカリー・テイラーを援助するためであった。テイラーは大統領に就任したものの、1825年にクレーが非難されたようにクリッテンデンは内閣でのポストを 闇取引で得たと告発されることを恐れ、就任を拒否した。1850年のテイラーの死に続き、クリッテンデンは知事を辞職し、フィルモア大統領による司法長官の指名を受諾した。ホイッグ等が1850年代半ばに崩壊し、クリッテンデンはノーナッシング党に加わった。司法長官としての任期を終えると、彼は再び上院議員に選出された。 上院で彼は合衆国の分裂を防ぐために奴隷制の問題における妥協を促した。南部脱退の脅威が増加するに従って、クリテンデンは各党から中道主義者を探し出して立憲連合党を結成したが、1860年の大統領選では大統領候補への指名を拒否した。1860年12月、彼はクリテンドンコンプロマイズを表した。 それは内戦を避けるための一連の決議と憲法改正案であった。しかしながら議会はそれらを承認しなかった。クリッテンデンは1861年に会議員に選出され、その任期の真中、州の和解を探り続けた。彼は1863年に再選を求めて、会議員への立候補を宣言したが、選挙が行われる前に死去した。 ジョン・ジョーダン・クリッテンデンは1786年9月10日にバージニア州西部において誕生した。父親は大陸軍の大役ヘイジョンリー・クリッテンデン。母親はジュディス・ハリスであった。夫妻の2番目の子供であり、長男であった。夫妻には4人の息子と5人の娘がいたが、1人を除いて全員が幼少期を乗り切った。 父方はウェールズの家系であったが、母親の家族はフランスのユグノーであった。父親はジョージ・ロジャース・クラークと共にケンタッキーの土地を調査し、独立戦争の後に入植した。クリッテンデンの弟二人、トーマス・トロバートは弁護士になり、もう一人のヘンリーは農夫となった。クリッテンデンはウッド・フォード軍のピスガー・アカデミーで学び、そこからジェサミン軍の寄宿学校で学んだ。 旧友には、トーマス・アレクサンダー・マーシャル、ジョン・ブレッキン・リッチ、フランシス・プレストン・ブレアらがいた。クリッテンデンは特に、ブレアと親しくなった。後に、政治上の立場は異なるものとなったが、彼らの友情には影響しなかった。寄宿学校での1年後、クリッテンデンは、法を学ぶために、レキシントンのジョージ・ビブの家に住み込むこととなった。彼は、ワシントン大学に入学。 数学と純文学を研究して、ヒューローソン・ホワイトと親しくなった。ワシントン大学のカリキュラムに不満を持つようになり、彼はウィリアムアンドメアリー大学に入学する。そこでは、セント・ジョージ・タッカーに指示し、ジョン・タイラーとの面識を持つようになった。1806年に同大を卒業し、翌1807年にケンタッキー州で放送会入りする。彼は、 ウッドフォード軍で弁護士業を開業したが、有能な弁護士がすでにケンタッキー州中央部で開業していたため、州西部のローガン郡に転居、ラッセルビルで開業する。22歳の時に、イリノイ順州のニニアン・エドワーズ知事が彼を、検事総長に任命した。翌年、エドワーズは、クリッテンデンを彼の補佐官とした。1811年5月27日、クリッテンデンは、 サラ・オーリーとバー・セールズの彼女の家で結婚した。リーは後に大統領となるザカリー・テーラーのいいとこであった。夫妻はサラが1824年9月半ばに死去するまでに7人の子供を設けた。子供には後の南軍の少将、ジョージ・ B ・クリッテンデンと北軍の将軍トマス・エル・クリッテンデンがいた。娘のサリー・リー、マリア・クリッテンデンの息子。 ジョン・シー・ワトソンは19世紀後半のアメリカ海軍の少将であった。その政治経歴は、ローガン軍選出のケンタッキー州会議員としてであり、彼は同職を1811年から1817年まで務めた。1811年の法律制定会議の後、彼はインディアン討伐遠征に向かう、サミュエル・ホプキンス将軍の重卒に志願した。 米英戦争が始まると、ケンタッキー州知事チャールズ・スコットは彼を、ケンタッキー州民兵の補佐官に任命した。1813年には、アイザック・シェルビー知事の補佐官となり、テムズの戦いに参加した。戦争が終わると、知事は忠実な命令の実行に対しての特別感情を与えた。その後、クリッテンデンは、ラッセルビルで弁護事業を再開した。 1814年、シェルビー知事は、ジョージ・ビブの退任によって、空席となった上院議員にクリッテンデンを任命した。しかしながら、任命当時クリッテンデンは27歳であり、憲法で定められた。年齢制限30歳には3歳足りなかった。したがって彼は、ケンタッキー州会議員に戻り、ジョン・ローアンに代わって議長に選出された。彼は、 議長職を1815年から1817年まで務めた。議長としてクリッテンデンは喧騒の中議会をまとめた。1816年10月に選出されたばかりのジョージ・マリソン知事が死去した。副知事のガブリエル・スローターがその後を継いだが、スローターは間もなく二度の不信任決議を受け、就民からの指示が降下していった。ジョン・ブレッキンリ事ジ率いる議員の一団は、 副知事の知事就任は新たな知事選の結果後継者が選任されるまでを前提としたものだと指摘した。彼らはスローターが単位なる知事代理であると主張した。彼らは新たな知事選の実施を求めた要望書を会員に提出した。要望は棄却されたがクリッテンデンはそれを支持した。クリッテンデンが選挙を支持したことは人々に好意を。 もって受け入れられ、政治的にも好都合となった。上院議員マーティン D ・ハーディンの任期が1817年に終了すると、ケンタッキー州議会はその公認として、クリッテンデンを選出した。彼は最年少であったが、新設された上院司法委員会の第二大委員長を務めた。彼はまた会示委員会のメンバーでもあった。その任期中、 彼は1798年の治安処方に基づいて罰金を課された人々に完付を行い保障するための法律を提案した。彼は国政の面白さに気がついたが3番目及び4番目の子供が生まれ金銭的負担が増加すると1819年3月3日に議員を辞職するという決定を促すこととなった。クリッテンデンは連邦上院議員を退いた後 州都フランクフォートに移住し、多くの顧客を引き受け、修正会の中心に近づいていった。フランクフォートに移り住んでからの顧客には元大統領のジェームズ・マディソン、ジェームズ・モンロー、後の副大統領リチャード・メンター・ジョンソン、後の州知事、ジェームズ・ターナー・マーヘッド、ジョン・ブレッシュと、ロバート・ピー・レッチャーがいた。この期間、彼は、ヘンリー・クレイと協力し、ロバート・シー・ウィックリフの息子、 チャールズ・ウィックリフの弁護を引き受けた。ウィックリフは、ケンタッキー・ガゼット紙の編集人を殺害した、疑いで訴追されていた。クリッテンデンは、殺害が自衛のためであると主張し、クレイは、情熱的な最終弁論を行った。陪審は彼らの答弁書提出後間もなく、無罪を表決した。1820年1月、クリッテンデンとジョン・ローアンは、 テネシー州とケンタッキー州の境界線紛争の解決を手助けするのに選ばれた。境界線は北緯36度30分の移線に沿って引かれるべきであった。しかしながら調査を行ったトーマス・ウォーカー博士は誤って南寄りに線を引いた。クリッテンデント・ローワンはウォーカーラインをカンバーランド山地からテネシー側までの境界のまま残し、テネシー州は テネシー側西の誤りを補い、または境界を北緯36度30分にリセットするよう提案した。テネシー州の委員は両者の提案を拒絶し、代わりに州同士の既存の払い下げ値を保持する五感的な協定が存在する状態で、ウォーカーラインはテネシー側の東までとし、西の部分をもっと短くするよう申し入れた。 クリッテンデンは申し出を受け入れるつもりであったが、ローアンは同意しなかった。ケンタッキー州の委員は、その件を仲裁に提出するよう提案したが、テネシー州側は拒否した。総会への報告で、クリッテンデンは、ケンタッキー州が、テネシー州の提案を受け入れるよう勧告した。委員たちは、クリッテンデンのレポートによって動揺した。そして、 契約覚え書きは1820年2月2日に調印された。クリッテンデンは1823年にトランシルバニア大学の理事に選出されたが、これはヘンリー・クレイの応援活動を行うためであった。1年後に大学の教授陣は法学の名誉博士号を授与した。また、クリッテンデンはフランクフォートのケンタッキーセミナリーの理事及び代理人を務めた。 彼は1824年の大統領選において、クレイの支持のため自らの影響力を行使し、クレイが選挙戦から脱落するまで続けられた。その後は、アンドリュー・ジャクソンを支持したが、ジョン・クイーン・シー・アダムズが選出された場合、おそらくクレイを国務長官に指名するだろうことを知って、アダムズの支持に転じた。批評家は、アダムズのクレイに対する申し入れを、 裏取引として非難したが、結果はアダムズが当選した。クレイは国務長官に就任するとき、クリッテンデンを第二合衆国銀行のケンタッキー州主任顧問の席に進める用意をしていたが、銀行は彼の就任を選択しなかった。クリッテンデンは1825年にケンタッキー州会員議員を務め、1827年に連邦地方検事に指名承認された。 1828年には、ジョン・クイン・シー・アダムズ大統領から、連邦最高裁の売席判事に指名を受けたが、連邦上院から承認を拒否された。クリッテンデンは1829年に、アンドリュー・ジャクソン大統領によって、連邦地方検事の職を下ろされた。クリッテンデンは1829年から1832年まで、再び、ケンタッキー州下院議員を務め、 1835年3月4日にホイック島から再び連邦上院議員に選任された。クリッテンデンは1841年3月3日の任期満了まで連邦上院議員を務めた。クリッテンデンは1841年3月にウィリアム・ハリソン大統領から司法長官に指名された。クリッテンデンは同年9月まで半年間司法長官を務めた。 その後1842年3月31日、クリッテンデンは空席重当のため再び連邦上院議員に選任された。クリッテンデンは連邦上院議員を1848年6月12日に辞職した。クリッテンデンは連邦上院において軍事委員会に参加した。クリッテンデンは1848年にケンタッキー州知事に選出された。 1850年、クリッテンデンは、ミラード・フィルモア大統領から、再び司法長官に指名され、州知事を辞職した。クリッテンデンは、1850年7月から1853年3月まで、司法長官を務めた。1855年3月4日、クリッテンデンは、再び連邦上院議員に選任され、1861年3月3日の、 人気満了まで連邦上院議員を務めた。クリッテンデンは1861年3月4日から1863年3月3日まで連邦下院議員を務めた。そして1863年7月26日、クリッテンデンはケンタッキー州フランクフォートにおいて死去した。クリッテンデンの遺体はフランクフォート市内の州立墓地に埋葬された。ありがとうございます。